マーハウス教はアーサー王物語及びトリスタンとイゾルデに登場する騎士。発音はマロース、モロルド、マーホールト、モルオルトなど国、地方によって様々な風に呼ばれる。羊は伝説によって微妙に立ち位置は変わるがアイルランドの王族。トリスタンとイゾルデとアーサー王物語では活躍の度合いが大きく異なる人物でもある。 物語初期において、アイルランドの騎士として、コーンウォール代表のトリスタンと決闘し、毒を塗った剣で、トリスタン教に重傷を負わせる者の,の敗北。一応はアイルランドに帰還したが、その怪我が原因となって死亡してしまう。典型的なやられ役で、剣に毒を塗るという卑劣な行為をする人物であり、活躍はしていないが、トリスタン教にとって、アイルランドの王族であり、ひいては、 イゾルデの決演者でもあった、マーハウス卿を殺してしまったことが、後々障害となる。アーサー王物語においては、円卓の騎士のメンバーであり、ガウェイン卿と互角以上に戦ったこともある武勇の持ち主。トリスタンとイゾルデ系列の物語と異なり、自身が主人公となるエピソードも所有している。初登場は、マロリー版によれば追放中のユウェイン卿と、それに同行する、 ガウェイン教と旅の途中に出会ったシーンである。この時、些細な行き違いから決闘になり、ユーエイン教を落馬させ、午前中で力が3倍の状態のガウェイン教と、互角以上に戦ったが、お互いの誤解が解けて和解する。マロリー版においては、ガウェイン教より、マーハウス教の方が強いと明言されている。この後、ユーエイン教らと同行して、数々の冒険をこなし、一年後に、 アーサー王の円卓の騎士に参加する。このマーハウス教の円卓の騎士入り直後に開かれた槍試合では、ペレアス教に続き準優勝を果たしている。あとも、村を襲う巨人を退治したりとかなりの活躍をしている。ただし、アーサー王物語においても、アイルランドとコーンウォールの間に紛争が起きた際、コーンウォール代表のトリスタン教と決闘。マロリー版でも一応は、 血統に毒を塗った剣を使っているという設定のようであり、トリスタン教に重傷を負わせるものの、これに敗北。血統時の負傷が原因で、アイルランド帰還後に死亡した。その後の展開は、大体において、トリスタンとイゾルテのストーリーと同じ。ただ、トリスタン教が後に、円卓の騎士に助任される際、マーハウス教の席に座るという設定にされている。マロリー版では、 フランスの本によれば、この時、マーハウス教の剣には、毒が塗られていたという伝聞表現を使っており、直接的な表現はされていない。ありがとうございます。